ボックスウェルダー軍はアメリカ合衆国ユタ州の北西軍に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は49,975人であり、2000年の42,475人より16.9%増加した。軍庁所在地はブリガムシティ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。グレートソルトこの北端に位置し、北は アイバ州に、西は、ネバダ州に接し、面積では、ユタ州でも4番目の広大な地域が入っている。その大半は不毛の砂漠であり、また対照的に高く樹木に覆われた山岳がある。軍の南西境界は、州内でも都市化の進んだ地域であるワサッチフロントに沿っており、ここに、軍内の主要都市が固まっている。軍名は、軍内に豊富にあるトネリコバの海での木から取られた。 ボックスエルダー軍は、ブリガムシティ小都市圏に属しており、また、ソルトレークシティオグデンクリアフィールド広域都市圏にも、入っている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は6729平方マイルであり、この内陸地は5723平方マイル、水域は1006平方マイルで、水域率は14.95%である。軍東部には、 バザッチ山脈の島脈である、ウェルズビル山脈がある。群西部は広大でほとんど人の住まない砂漠地帯である。グレートソルト湖が群南部にある。週刊高速道路15号線が東部を南北に走り、ブリガムシティ付近では週刊高速道路84号線と合流している。トレモントンで分岐して84号線は北西のスノービルを通ってアイガホ州に入る。 15号線は北のプリマスとポーテージを過ぎてアイガ州に入る。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ボックスエルダー軍庁舎ブリガムシティ市役所、ボックスエルダー軍の出し、1912年軍内、詳細都市名の後の括弧内は法人化された都市を示す。軍内に小学校は15校、中学校4校、高校は ボックスエルダー高校など3校、特殊学校2校がある。US センサス u r e a u QUICKFACTS.Census.GOV。C T、gov, 2011年11月13日閲覧。QUICK FARC とブリゲムシティ、ユータ。US センサス u r e a u 2011年11月24日。閲覧ファインド。A カウンティ。Ounty, National Association of Counties. http://www.naco.org スラッシュカウンティーズスラッシュページーズスラッシュ fintacounty.aspx2011 fin 年6月7日閲覧センサス 2000US ギャザティアファイルズカウンティーズユナイテッドステイツセンサス2011年2月13日閲覧ありがとうございます